In everything that passes by, you can find it far. You find the fun that's not a mom dog TV. My stuff we check a block. Still today, I have decided to enjoy all my own life. What are you doing for blood? Would you like to have a chat with us? ママタレ始まりました。今週もよろしくお願いします。お願いします。9月に入りました ね、 早いね。学校も始まって、どうですか皆さん、お子さんの様子っていうのは。やっぱ新しい行事に向けての楽しみもありますよね、この新学期始まって、今度はうち運動会が秋には迎えられますので、その練習も始まるのかななんて、親もともども楽しみにしてます、なんかコロナ禍明けたので、今年いろんなまたお祭りがね、夏もいろいろ復活しましたけど、ね、また子どもたちが楽しめる機会がたくさんあるといいなと思うんですけれども、その一方でやっぱり学校が始まって夏休み明けて、ちょっと学校に行く足取り重いなとか、行きたくないっていう声が聞こえるなっていう時期にもなってきますよね。なんかそういうのってこうちょっと親としてはこう気づいてあげなきゃとかありません？あります、ね、敏感になっていたいけれども、親も親でその新しく学校が始まって新生活また始まったっていうところでバタバタしがちで、気づけてるのかなちゃんとっていう不安もあったりします。リカちゃんね、なんかそういうサインっていうのね、見逃したくないけど、やっぱ、ね、そう、悲しい事件とかがあると余計に我が子は大丈夫かなっていう、ちょっと本当それこそ敏感になるので、そういったのもちょっと気をつけたいなっていうのはあるけれども、 それはどうかなっていう。でも本当に9月は実は子どもたちの心の動きには十分に注意をしないといけない季節なんですよね。ということで今日はですね、子どもたちの心を守るために、いろんな情報をお伝えしていきたいと思います。専門家の方とリモートでつながっていますので、ご紹介したいと思います。三好クリニック院長の三好良英さんです。三好先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、三好先生は精神科医として三好クリニックの院長を務めていらっしゃるんですけれども、子どもの心専門医機構の専門医指導医でもいらっしゃるということなんですね。この子どもたちの心に特化したお医者さんが宮崎にいらっしゃるってこと自体がとっても心強くないですか。強まれてますよ ね、 親としては本当に、はい。さあ、この三好先生は子どもたちの自殺防止についていろんな研究活動に取り組んでいらっしゃるということなんですけれども、三好さん、具体的にこの子どもたちの自殺っていうのはどうなんでしょう、増えている傾向とかあるんでしょうか。そうですね、全国的な自殺者数、1年間に自殺で亡くなられた方の数ですけども、これは減少傾向にはあります。元もかった平成15年約3万2000人から令和4年には2万1000人と減っています。宮崎県でも自殺者数は減ってるんですね、最も多かった平成19年394人から去年は213人と減ってはいました。で、自殺死亡率、これは人口10万人あたりの自殺者数で見ますと、宮崎県全国平均を上回っているんです。都道府県別で比べますと令和4年宮崎県は全国で3番目に高い結果でした。これは去年だけではなく、令和3年は5番目、令和2年は2番目というふうになっています。この自殺者数が全国で、宮崎でも減っている中でも、子どもの自殺は年々増えています。令和4年小中高生の自殺者数が514人。これは統計のある昭和55年以降では過去最多となっています。10代の死因の1位、これは全国でも宮崎でも自殺なんですね。この10代の死因の1位がまず自殺ということ、そして小中高生の令和4年の自殺の数過去最悪ということ、これもう本当ショッキングですね。驚きましたね、本当に。恥ずかしながら、その死因の1位が自殺だったというのも初めて触れましたし、そうなんですね。どうしてその自ら死を選ぶところになったんだろうというところを考えると、美香ちゃんね、何をそこまで追い詰めたのかなとか思うと、じゃ親としてはもう本当なんか言葉がちょっと見つからないなと思っちゃいます。なんでなんでって、
どうして気づいてあげれなかったんだろうって思いでね、本当にあの周りの皆さんはね、苦しい思いをずっとね抱えたままだと思うんですけれども、三好先生、これは本当に深刻な状況ですね。そうですね、あの子どもが自殺を考える理由、まあ、ここはあの子ども本人が残したもの、あるいはこう遺族からの聞き取りで、まあ、さまざまこう背景は挙げられてはいます。学校の問題としては、あの勉強の心配、進路の悩み、友達との関係、不登校、学校以外の問題としては、まあ、病気の悩み、うつ状態、家族との関係、まあ、親子関係での問題などが言われています。ただあの原因が特定できないことも多いです。あの原因の追及というのは、子どもの安全を守ることを最優先にしながら考えていただきたいというふうに思います。どうしてって思ってしまいがちですけど、まずは子どもたちの安全をどうやって守っていこうかっていうところに私たちは注力しないといけないということなんですけれども、具体的に、まあ、子どもたちの自殺がこれだけ増えていると、周囲の大人たちはどんなことに気をつけていったらいいんでしょうか。そうですね、あの自殺の危険性が高いと、まあ、心配する方への対応として、医療の現場ではトークの原則というのが知られています。まあ、周りの方が対応する際に心がける4つの行動、テル、アスク、リッスン、キープセーフ、この4つの頭文字を取ってトークの原則というふうに言われています。テル、あの最近のあなたの様子を見ているとお母さんとても心配だわといった言葉で、まあ、ご自身が、私があなたのことを心配していますよということをはっきりと言葉に出して伝えてほしいと思います。あのトークの原則の中でも、この伝えることというのがとても重要なポイントになっていて、まあ、お母様が心配していますよと伝えることで、まあ、子どもは、あ、お母さんに話していいんだというふうにこう感じる、気づくことができるからです。2つ目、あのアスク、尋ねることですね。あの自殺の危険性が心配の時には、はっきりとこの点について、まあ、お子様に尋ねる、確認することが重要です。でもこの聞くってなかなか、まあ、あの思春期の、ね、娘持ってますけど、特にこういろいろ聞くと、あの何でもないとかどうでもいいとかいう言葉が返ってきがちだったり、あんまり聞きすぎてもいけないのかなと思うんですけど、これも例えばなんか本当に深刻なのとか直接聞いてしまっていい感じなんですかね。そうですね、あの聞いて大丈夫かどうかってよく心配に言われるんですけども、あの死んでしまいたいこの気持ちを確認したことから実際の行動につながるということはありません。あの子どもが死んでしまいたい気持ちを持っている、まあ、そのことを周りが分かると、その後どうするのか、まあ、どうすべきなのか、まあ、どう対応するのか、周りの方が準備ができます。ですので、まあ、お子どもがこう心配の時にはしっかりと尋ねてほしいと思います。で、子どもこの、まあ、子どもも大人もかもしれませんけども、自殺について、この死んでしまいたい気持ちについて、やっぱりこう自分からこう話してはいけないというふうにこう考えることが多いんですね。なので、あの周りの方がもう率直にこの気持ちを、死んでしまいたい気持ちを、あの確認することから、まあ、子どもは自分の死んでしまいたい気持ちをお母さんに言ってもいいんだというふうに分かって、まあ、気持ちを素直にこう話せることも少なくありません。具体的に聞いていたらいいということなんだけど、どんなふうに聞いたらいいんだろうっていう、ちょっと言葉が浮かばないっていうか。でも私ちょっと子供がやっぱりと不登校でちょっと殻に閉じこもった時に、やっぱり最悪のことを考えるじゃないですか、親って、うん、で、あ、まあ、話したくないとか、そういう時に自殺だけはしないでっていうのを伝えたことあるんですよ。自らお願いだからって、絶対その前に解決できることあるから信じてっていうふうに言ったことはちょっとあるんですよね。やっぱりこう後々私も後悔したくないし、本人も解決できることがあれば、絶対先に笑顔になれるんであれば、ちょっと頑張ろうっていうのをこう常に伝えてるんですね。やっぱり嫌な情報も入ってくるので、本人もやっぱり結局話したくないとネットに頼ったりとかするので、だからお願いだからっていうのは常にそういう会話はしていってたなっていう、もうそのワードをあえて出すじゃないですけど、俺がいたから自殺だけはっていうのは、もう長男も娘も常に伝えてます。あのその言葉を言う勇気っていうか、美香ちゃんどんな思いでね、その言葉を言ったんだろうと思うと、本当にそう、やっぱり大切な我が子なので、なんかやっぱりやれることは、なんかちょっとやれることはやっぱり最、なんか力がなくても言葉だけでは伝えれるかなっていうのがあって、いや
頑張っただと思います、うん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 、三好先生も直接的にこういうメッセージをお子さんに、ね、伝えるっていうこととても大事なことなんですね。そうですね、大事なことですね。死んでしまわないで、もちろんこうその気持ちを持たないでというよりもその気持ちがあるときにはお母さんに伝えてねっていうふうにこうしっかりと伝えるのは非常に良いと思います。私もここでの診察ではよくはっきりとですねもう死んでしまおうって思ってないかなっていうふうに聞くことが多いです。最初はこう少し優しくですね何もかもどうでもいいとかもう消えてしまいたいとか思ってないかなっていうふうにも話し始めながらですね最後ははっきりとは確認します。どのような尋ね方でも構いません。こう死にたいと思うことはないかなとか死ぬための方法を今考えてないかなというふうに、子どもの中にこの死にたい気持ちがないかどうか、はっきりと確認をすることが重要です。美香ちゃんのようにはっきりと言葉にして子どもたちに伝えるということが実はとっても大事なアプローチだということなんですね。さて、トークということなので今度はL ですよね。リッスンなんですね。はい。3つ目、リッスン、聞くことですね。はい。子どもの死んでしまいたい気持ち、こちらからこう聞いたからには、しっかりと子どもの言葉を聞いてほしいと思います。この聞くときにですね、どうするのと考えるのとか、どうして、なんでというふうに聞いちゃうと、子どもは怒られてる、責められてるというふうに感じてしまうことがございます。なので、まずは否定をしないでください。また励ましだったりこう助言だったりあるいは気分転換を促すことも今はしないでまずは聞き役に回ってほしいと思います。まずは子どもの死んでしまいたいこの絶望的な気持ちを一生懸命に受け止めてただ耳を傾けてほしいと思います。なんかどうしても大人って自分の経験値で大丈夫よ私もそういう時あったからとか違うことでなんか発散してみたらなんていうことをねちょっと言ってしまいがちその場面からちょっと逃れたい気持ちもどうか大人の中にもあってでもそれが良くない。やっぱりきちっと言いたいことを全部聞き傾聴して聞くっていうことが大事なんですね。はい、はい、では最後になりますけれどもキープセーフということでこれ安全を確保するということですね。そうですね、刃物だったり、薬だったりもし子どもの周りに危険なものがあれば遠ざけましょう。また危ないと思うときですね周りの方の協力も得ながら子どもを一人にしないことも重要です。子どもから目を離さない、そのことだけでも自殺を防ぐこともできます。ただもう自殺の危険が非常に高い場合には入院のできる精神科への相談も必要になってきます。やはりそういった厳しい状況になってきた場合はもうとにかく専門家の力を借りることがとても大事ということですよね。はい、非常にショッキングな内容ですけれどもしっかり大人が理解をしていくことが大事です。CM を挟みましてまた後半も三好先生のお話を伺っていきます。